市内大曲にあるふれあい学習センター夢プラザです。新型コロナウイルスの影響のため4年ぶりサイエンスラボ in 北広島というイベントが開かれています。きっと科学が好きになるこのイベントは子どもも大人も科学大好き人間が集うイベント。久しぶりの開催で雰囲気が大いに盛り上がってるようですよ。できた。ふよかったね。液体窒素マイナス96度って書いてあるんだけどな、この中に水力発電ポーターここの中にモーター入ってる。ここがモーター、水力はここがモーター、これ回ってる。もうなんかもうすごい回って楽しかったし嬉しかった。どうして電気ついたんだろう今。お願いします。水の力で水車が回って、水車が回っているのと同じ軸でモーターを回して電気を起こしています。これね、モーター、うちにあるあのプラモデルとかに入っているモーターを逆に回すと電気が起こるんだよ。ここがね、電池にくっついてマイナスがくっついてこうビビビと来てここに来るよね。でここでもしこのクリップがここずっとくっついてたら電気流れてちょっと光りっぱなしになっちゃうよね。それじゃちょっと困ると、そこで今こう広げたんです。で広げてどうするかというと、この短い方がこうくっついた時はセロテープがここに邪魔して電気流さない。だけど長い方をグッと押したら、はい、スイッチオン。おお、ついた。眩しいから一人やめようね。一人で目をね。画像はすごい、なんか簡単にできました。簡単でしたか。いけるでしょ。うまく音出てますね。はい。ね。どこか自分でもう聞いた通り作ったからできるんだから。先生の言う通りやってみたの、はい、嬉しい。はい、もう一回鳴らしてみて、ね、聞かせて。はい、で、ピードかな。はい、ピード。ここではどういうことを子供たちに。はい、おたまじゃくしからカエルになる様子と、カエルになってお父さんお母さんオスメスの見分け方を子どもたちに発見させてます。突起物わかりますか。ちょっと出っ張りがあるんですけど、これがお母さん産卵管です。でこれがお父さんないんです。ないの。これが見分け方。あ、ちょうど並んでる。でなんとなく お母さんのが大きいんですよ。ある、ほら、ある、ある、ある、分かってる、ね、ある。今ここのコーナーは子供たちにどんなこと。あ、びっくりヘビというのを作らせてるんですが、はい、この輪ゴムので輪ゴムで力でビヨンと飛ぶという。はい、4つつなげます。君何年生。1年生です。1年生、はい、うまくいくといいね。はい、頑張ってね。びっくりしてる。はい、でこれね、下からね、下から指入れて広げてください。下から、うん、ここはぎゅー、潰して潰して潰して。はい、次、はい、次、次、はい、次、次、はい、って押さえておいて、大きい方から、はい、大きい方倒します。はい、はい、ちっちゃい方倒してください。はい、あとは消えれば。びっくりした。びっくりするって書いてる。あー、怖い怖い。消えれば。びっくりした。
違う。どうなの？どうした？かわした。落ちようとしてた。落ちて。落ちて。